西安瑞希です。10月で24歳。職業は飲食店で普段週5ぐらいで働いていて、まあ、店員さんしてます。配信はまあなんか趣味というか、仕事終わりに疲れたっていう気持ちをこうなんか皆さんに共有させてもらいながら楽しんでやってるので、職業としては考えてないですね。この角度ばっかりなんですよ。この左、自分から見て左にの角度ばっかりで。よし、はい、じゃあちょっと何枚か撮っていきますか。はい、ちょうど7月末で1年になりました。ちょうどあの私も気づかず、あのファンの方にちょうど1年だねって言われて、あ、1年なのかって思いました。なんかこうミクチャの中で自分がどれくらいの知名度があるとかは自分では分からないんですけど、でも1年経たずにレベルマックス、レベル50にならせていただいたりとか、イベントで結構上位の方に入賞させてもらったりとか、あの皆さんのおかげでここまで来たっていうのは大きいなと思いますね。もう間違いなく去年の、ミックスチャンネルアワード2019ですね、あのクリスマス付近にあったイベントがもう一番大きかったです。簡単に言うとミクチャの中のナンバーワンは誰だみたいなイベントなんですけど、その時まだ始めて3ヶ月か4ヶ月ぐらいだったんですよ。で、あのミクチャの中のファンの人数も1000人もいなくて、でどこまでいけるかなって思ってたんですけど、まあ、最終的に2位で終わらせていただいて、なので初めて数ヶ月であの順位まで来れたのは本当に嬉しかったです。準決勝と決勝で結構1位になったり2位になったり、まあ、3位になったり、ずっとベスト3ぐらいにはずっとあのいることができて、でその決勝の最終日当日の会場でも、一応1位スタートでその最終日が始まって、まあ、その最終日はライバーさんみんな一つの会場に集まって一斉に配信で一斉に終わるっていう形だったので、その時は1位スタートだったんですけど、まあ、最後にあの結局2位にはなってしまったんですけど。さあ続きまして準グランプリの発表です。準グランプリはおめでとうございます。どうぞ前の方にお越しください。おめでとうございます。賞金の50万と盾の贈呈でございます。さて応援してくれたファンの方に一言お願いいたします。まずはちょっと長いイベント期間だったんですが、応援してくださった皆さん本当にありがとうございます。まだミクチャを始めて3、4ヶ月ぐらいなんですけど、ここまで来れると本当に思ってなかったので、この順位いただけて本当に嬉しく思います。いつかミクチャのトップライバーの一員として皆さんに認めていただけるように精一杯頑張っていきますので、来年もよろしくお願いします。おめでとうございました。準グランプリの土屋瑞希さんでした。おめでとうございます。それが本当に悔しかったので、もし今年もあるなら絶対リベンジしたいなっていうのはもう前々からファンの皆さんとずっとお話はしてるんですけど、仲いいライバーさんがいるってこう配信のモチベーションにもなるし、はい、お互いなんかイベントとかに応援し合ったりとかも楽しいし、うん、まあ、仲いいライバーが多ければ多いほど、うん、自分のなんかミクチャに対する楽しさも増えるし、うん、って感じで仲いいライバーさんが増えていくのは嬉しいですね。はいはい、なんか仲良くてかつなんかこうお互いを高め合えるというか、うん、そういう存在なのはでもやっぱり仲いい人が値するのかなって思うんですけど、こうあんまり関わりない人とかだとあんまりライバル意識を持つことすらあんまりないので、
仲いいからこそ同じイベントで被ってもお互い頑張ろうねって言えるし、はいはい、っていうのはありますけど、はい、ライバル作ると疲れるじゃないですか、正直その人と被った時に。確かに確かに確かにこの人に勝ちたいって思う人はいるんですけど、でも勝ちたいっていうよりもう勝つ気でいるので、なんでこの人がライバルで絶対この人を抜かしてやるぞとかはあんま思ってなくて、もう抜かす気でいるというか、上は自分よりも有名なライバーさんとかたくさんいますけど、その人たちをもう抜かしていこうって思ってるんで、なんか抜かしたいなとかじゃなくて、こう私よりもなんか有名なライバーさんとか人気ライバーさんをどんどん越していこうと思います。今年もなんだかんだでもう8月になるので、まあ、でもやっぱりいろんなイベントが大きいイベントとかあると思うんですけど、で私が一番本当に勝ちたいって思ってもう全力を注ごうって思ってるのはやっぱり今年もあるなら2020年のアワードかなと思います。このご時世開催できるかなっていう不安は正直あるんですけれど、まあ、開催されるのならもうそこは全力で団結して1位取りに行きたいなとは思ってます。絶対に1位取りに行きたいイベントがガチガチで、なんかこう例えば私的には1位取ったら何かいただけるとか、はい、こうワンピースとか、はい、そういうなんだ、でも大体そういうイベントって1位でも2位でも3位でももらえたりするじゃないですか、はいはい、3位以内に入れたらいいなみたいな、はい、っていうのが私的にゆるイベみたいな感じで呼んでるんですけど、ゆるイベってのもあるんですでもなんかこうメディアに出れるとか、はいはいはい、もう絶対に自分が1位を取りに行きたいみたいなやつは1位イベって呼んでるんですけど、はい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 、夏ワンピみたいなイベントで1位2位3位の順番でつないでるカーリップスとマーキュリーデュオの中から1位の人から好きなブランドを選べるみたいなやつで1位取ってまたつないでるんですよ。あ、いいっすね、はい、シンプルにジーパンとかなんかそんなフリフリしすぎてないワンピースとかそういうのばかりで、なんかこういうのは特別な日に着ようと思って迷わなかったです、一緒絶対これにしよう。なんかやっぱり AKB を辞めてからやっぱりその数年経っているので、その現役時代のファンの方で今でも応援してくれてるっていう方はやっぱり一握りだったりするんですけど、やっぱりその人たちを今は大事にしようって思ってるので、こう今から新しくこうなんていうんですかね、もっと知名度増やしたいとか自分の人気を上げたいとかもちろんそういう気持ちはあるんですけど、こう無理にそうなんていうんですかね、ファンを増やしたいっていうよりは今好きでいてくれるファンの人をちゃんと大事にしようって思ってるので、こう本当に4年5年経ってもこうの好きでいてくれて、ファンクラブ入ってくれて、応援してくれて、配信来てくれる人には本当に日々感謝しかないなと思います。なんていうの、仕事の嫌なこととか普段の嫌なこととかも聞いてくれて、うんうんって聞いてくれて慰めてくれて、こう、まあ、私なんていうんですか、甘やかされるの好きなので、みんな甘やかしてくれるので、すごい私のメンタルの支えにはなってますね、すごく、はい。でも大体は現役時代からのファンの方がやっぱ多いですけど、でもそのミクチャを通じて好きになってくださった方とか、ミックスチャンネルで知りましたっていう方ももちろんたくさんいらっしゃるので、その方ももちろん大事にしたいなと思うので、もうとりあえず私を少しでも好きでいてくれてる方を本当に大事にしよう、していこうって本当に思います。そうです、19になる年までやってたんですけど、現役時代と今でこう変わったことだと、やっぱりそのアイドル時代ってこうアイドルってちょっとなんていうんですかね、ファンの人からしてちょっと手の届きにくいけど届くようなというか、こうちょっと雲の上のようなこうイメージが私の中であるんですけど、なのでこう素ではいたんですけど、あんまりそういうなんかネガティブな部分とか自分の抱え込んでたり悩みだったりするところは一切
一切か分からないですけどほとんど出さずに、まあ、明るい部分だけを皆さんにお見せしてアイドルしてたんですけど、今はアイドルではないのでもう素の自分をそのまま伝えたいなと思ってるので、嫌なことがあったりとかそういう時はもう全部言ってますし、自分が嫌だとかいいことあったとかも全部共有してるので、こう自分らしく居やすくなりました、今の方が。はい、とても自分が素で出せる場所だなって思いますね。はい、こうやってやるよりクッてやってカットでこうやってやった方がここの幅が狭まって小さく見えるのかなみたいな。こういうなんか坂で撮るのも結構初めてですか？初めてですね。へー、それか覚えてない。なんかポートレートみたいなのこう、ないですね。なんかあったかな。でもいつも生写真の時は同じスタジオでもうなんて機械みたいにやってたんで、もう衣装着替えてなんかもう毎回 4,5 種類ぐらいの衣装で着替えてバババババって、はい OK って着替えてブーブーブーって入ってみたいな。毎回同じとこ行ってた？毎回同じとこでした。でもなんか他のなんか撮影とかもやってたんで AKB のってわけじゃなかったと思うんですけど、毎回同じ大きいところでした。なんでいつものところって感じで機械みたいにしてましたね。じゃあなんかその時のやってみますポーズですか？なんかもう覚えてる。なんかメンバーは基本的にグーチョキパーなんですよ。へー、グーチョキパーみたいな。グーチョキパーでグーだったりチョキだったりなんかパーでもこれでも何でもいろいろできるじゃないですか、パーとか。だからとりあえずメンバーグーチョキパーしたらなんとか終わるんです。でも一つあとはあの例えばこうやってやったらこっちでやるとか、左右で同じことやってちょっと向き変えてやったら意外と終わるんですけど、結構早かったんですよね、シャッターが。人によりますけどポン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 ぐらいで。早いね。早かったです。だからその中でどんだけ白目あるんだろうとか半目あるんだろうって思いながら。あ、そういうことか。瞬きするじゃないですか。確かに確かに。って思ってましたけど。確かによく考えたらそうだよね。そうなんですよ。でもあの選抜あの本当に有名な方とかだとめっちゃ早いです。もうポン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 ぐらいじゃないですか、ね、あ、そうなんだ。でもめっちゃ早いみたいな。すごいね。一回なんかその AKB の冠番組でもやってましたけどめっちゃ早かったです。でもやっぱりグーチョキパー大事だなっていう。なるほど。はい、皆様だったらグーチョキパーやればどうにかなると思うんですよね。写真のポーズはこれが道重？道重さゆみのうさちゃんピース感じですね。あとこれもめっちゃ多かったです多分。あー、お祈りポーズ。お祈りポーズ鉄板ですけどね。お、いいですね。卒業ですか？そうですね、まあまあ、いろんな思いが卒業はしたんですけど、でもその皆さんの前には絶対いつか戻っていきたいっていう思いがあったので、ただどういうタイミングでまた顔を出そうとか全く考えていなくて、とりあえずはもう普通の4年間ぐらいは過ごしてて、なんか全く芸能については何も考えずにいたんですけど、まだ私高校がちょっとあの芸能科がある高校だったので、あの周りの友達が結構芸能をやってる子が多いので、そういうのを見たりとか同期の存在だったりとかで、まあ、あのまた皆さんの前に現れなんかこう顔を出すのもいいのかなって思って、ただあのいざ顔を出そうってなった時に4年も経ってまだ私のことを覚えてる人がいるのかなとか、まだ好きって言ってくれる人がいるのかなっていう不安もたくさんあったんですけど、でも私の想像してる以上の方が今見に来てくださってるし、あの辞めてから月が明けば明くほ日が明けば明くほどやっぱりこうファンの人っていうのはこう忘れられるので、メンバーってので4年も空いた状態でっていうのはすっごい不安だったんですけど、
まあ、でもこのミクサの中でもここまで来れて今でも応援してくれるっていうのはやっぱり本当にまたみんなの前に出てきてよかったなとは思います。台湾に何回か行って、あと香港にいとこいるんですよ、はい、なんで台湾、香港って行ったことありますけど、あっちの方がやっぱ安いし、でかいです。でかいのに300円とかで買えたりするんで、日本のはやっぱり高いですね。料金屋さんが一杯なんか600円するじゃないですか。はい、確かに本場の方がやっぱり安いし、で普通に美味しいです。でタピオカ、黒糖大好きなんで、私牛乳単体ってあんま好きじゃないんですけど、はい、黒糖とミルク混ぜた黒糖ミルクみたいなやつ大好きで、ミルクティーもともと好きなんで、大体いつもミルクティー頼むんですけど、はい、最近その黒糖とミルクの黒糖ミルクにハマってるんで、それを今日は飲みたいと思います。私の好みが大粒タピオカが小粒だったり大粒だったりするんですけど、大粒で黒糖の味がしっかりしてもちもちの噛み切れるけどちょっと噛み切れないなぐらいのやつが好きなんですよ、はい、細かいんですけど、はい、私が一番好きなのはマックス C っていう、ちょっと店舗数まだ少ないんですけど、蒲田に本店があるところが私大好きで、だから皆さんも飲んでほしいな。着いた、着きました。ここですかね。ミクチャのイベントが毎日12時に更新されるんで、はい、その時間に見れるときは毎回もうすぐ見るんですけど、今12時6分なんですけど、チェックしております。何があるのか。今日は9個も増えました。まあ、でもコスメ系と MC メイン MC コスメリフレッシュ椎茸栽培キットって、1位になったら椎茸栽培キットがもらえるっていうキノコキノコのイベント、これすごいですね、考えるのが。でも何だろう、悩みますけど、気になったやつはとりあえず応募します。いつも何に参加するか分かんないんで、とりあえず応募しときます。適当にリップと、まあ、何だろう、放送メイン MC 鳥越アズーリ FM プレ放送メイン MC、 何だろうこれ。とりあえずなんか気になったやつは全部応募しといた方が。韓国アイドルコスメ、最近韓国コスメ多い気がします。コスメ、あ、前にデータクリフレッシュエステチケット、素敵、応募します。私いつも自分が応募し、なんていうんですか、応募しすぎて多いんですよね、参加イベントが。とりあえず椎茸も応募しときました。かわいい椎茸応募しときました。面白い。通学通勤バッグ、でも今のところでもこれっていうのはまだないですね。今日はこれがでも毎日の楽しみだったりするんですけど、日曜日は多分更新されないんで、多分月曜日か土曜日はめっちゃチェックします。何があるの気になっちゃって。でも今日は9個も増えましたね。だからちゃんと気づくんだ、こう単発の。そうなんですよ。でたまになんかこう昨日までなかったのになんか増えてるとかあるんですよ。はいはいはい。なんでとりあえず全部見ます、なんか増えてないかなって。でもちゃんと毎日チェックしてる。してますしてます。もうなんか私にとって、あ、これ出なきゃってイベントがあるかもしれない。今日は以上ですね。なるほど、はい、これからじゃあそのイベントをどんどんやってって、うんうん、土屋澄月どんどん顔を広めていきましょう。そうですね、はい、明日はなんか何をしようかなって考えてます。明日も、明日はジアレ行きますか。明日はジアレ、ジアレ行きます。土屋さんまだタピオカ飲んでます。そうですよね、タピオカは変わらずです。明日も黒糖ミルクで、
にその芸能人とかなりたいわけじゃなくて、単純にそのなんかインフルエンサーってことですか。そうですね、なんか配信しながらちょっとメディアに見てもらったりとかしつつ、ゆるっと自分のペースでできるのがいいので、今みたいな感じが続けたらいいなって感じですね。なるほど。